そうです。あのー、今プログラミングをやらせたいと親も思う、先生たちも国を挙げて思うところは現実に起こっていることはやる気を失ったら五年生はもうやらないんですよ。この壁なんですよ。でとにかくやる気とか集中力とかやり通す力とかそういうことこそが勝負で。 でそれをいつ育つかというと、まあ、僕はそのエビデンサー中村さんにお任せしますけどあの幼児期にほぼ決まってるなっていうのが現場で見た僕の感覚だったんですよね56年になると急に難しくなるんですよ、現場的に。 不可能じゃないですよめちゃくちゃ魅力的なあのメンターが1人出てくると劇的にとかあとものすごく困ってお父さんが亡くなることによって衝撃を受けて入れ替わるとかあることはあるけれども一般的にやっぱり人格形成がですね第一期みたいなのがあの辺に幼児期の34年生の頃あってでそれまでに集中力経験とかあのやる気を持ってとか人のためにすごく役立って喜んでもらえたとかですねそういうアナログのものすごく豊かな経験総量がないとなかなかそこから先って変わらない なっててる目をつけてそれでまあ私の場合はその思考力のナゾペイシンクシンクみたいなのを作ったりそれからえと野外体験それを伸ばすためには外の走り回る経験が一番もうこれ話すと長くなるので簡単に言いますと要するにサッカーをしてパスしてこちらに回り込んでる時っていうのはパスしてコンコンって補助線が見えてるからこっち回るわけです。 その補助線を浮かぶ訓練っていうのはサッカーの中にこそあるではないか的なことですよで秘密基地を何もない野原に作る時に一番最高のいい頭の使い方があってなぜかというと答えのないところに俺こうやって作ろうって言ってあとは作りきるわけですね。 どっっかかから丸持ってくるしかねえじゃんあそこあって持ってこいやぜみたいなこ,とこの,あのクリエイティブな遊びの中に全てがあるのに今公園は何かってうとこの公園で大声を出さないでくださいとかです、ね、この公園でボール遊びしないでください禁止事項だらけなんですよ。 もう頭でっかちの訴訟屋さんたちがわわわ言うとやっぱりうるさいうるさいってい自分が幼稚園の横に後から引っ越してきてうるさいっていう人が勝つ時代なんですよねそう何か本質は見失われてるんですよ子どもの大声とか子どもの集中とか遊びこそが我々の次の時代の核心なのになんでそこができないのかなっていうんで仕方ないんで野外にわざわざ夏休み7000人8000人連れてってるわけですねで何人もい野原何人もい海何人もい川で遊ばせるみたいなことが商品になっちゃってるけど本来あの子供たちはそういう遊びをする べきだというののは今失われててるるでやってるとかで3番目が一番大きいんですけどあの結局、親という関数を変えないとあの教育はもう全く無理だなというふうに早々に気づきでも僕はもう9割方親の対応だけを私個人としてはやってます。会社と,とにかくお母さんがハッピーになってニコニコになって肯定的にねあとお母さんが頑張り屋さんで本もすごく読んでるみたいな文化性があったら子どもは大概育っちゃうんですよね。実は あのその背景にある親を変えずに何か議論してても全く無理っていうのは現場感で,でそこのところであの悪い人はいないんですよみんな追い込まれて孤独で自分ばっかりって思いながらね夫が分かってくんねみたいなまた飛鳥会議とか行きやがってみたいな感じで <laughs> 勉強はなんだそのって,、ね、ってなんであそこ飛鳥って思う <laughs> 女の名前じゃねえだろうな,み,な <laughs> みたいな感じで。 今、まあそうなんですよ。今のは個人の感想です。<laughs> 素晴らしい会だと思ってます。まあ、言いたかったのは、その、そこの夫婦のね、あの、理解し合えない、恋の次。 恋は神様がくれたマジックなのでその次に子ども特に産んだ後って女の人はクーッド盲になるわけですねでその時にあのちゃんと付き合えるか人と人としてチームメートとしてっていうところが僕が現場でずーっと張り付いてみた最大の問題なんですよ。でそこのところをあのゅうふしてお父さんお母さん楽になってもらうみたいなので手をつけることによって究極子どもたちの主体的で伸び伸びとした遊び伸び伸びとし集中やりきるっていう空間をなんとか作ろうと思って私はやってます。うん